ポートランド近くのフーバービルフーバービルは世界恐慌が猛威を振るった1930年代当時アメリカ合衆国においてホームレスの人々が建てた掘った手小屋が立ち並ぶ街のことを指して名付けられた言葉であるこの名前はアメリカを恐慌に陥れたと非難された時の大統領ハーバート・フーバーに由来しているビルはフランス語で街や都市を意味するこの言葉を作ったのは 民主党全国委員会宣伝部長、チャールズ・マイケルソン。ホームレスの姿は世界恐慌以前にも見られた。渡り、労働者や徘徊不労者は1920年代においても共通の光景である。しかし経済減速によって、ホームレス人口は増加し、都会で事前団体が行うスープキッチンの近くに居留地を求めて集中した。 これらの居留地はしばしば空き地に作られ、旧ごしらへの掘ったて小屋やテントが立ち並んだ。行政当局はこれらの風ーバービルを公式には承認せず、ある場合には、私有地を不法に占拠しているとして追い払ったが、一方で頻繁に許容された。フランクリン・ルーズベルト大統領は、ニューディール政策の中で、 これらホームレスに対する特別救済計画を1933年から1935年の間に実施した。厳しい状況を強いられたこれらホームレスの中のある種の人々は建築技術を熟知していて、石から家を作ることができた。しかしほとんどのホームレスは木くずや段ボール、鉄くずを拾い集めてきて、彼らの居住地を建築し、 ストーブや藁、料理用具を拾い集めて生活した。フーバービルに居住するほとんどのホームレスは、仕事がなく、公的な事前事業に助けを求めたり、家を持つ人々から路上で食料を買うたりした。民主党は、フーバービル以外にも、フーバー大統領を非難する造語を作った。例えば、フーバーブランケット、フーバーフラック、フーバーレザーなど、 またガソリンを買い求めることができないために馬に引かせていた自動車をフーバーワゴンと名付けた。ありがとうございます。